お越しいただきまして誠にありがとうございます。さあ PR ステージ始めてまいりたいと思いますので、ぜひ皆さん前の方にお集まりいただければと思います。まず最初に登場してくれるのは福岡県から来てくれました大蛇山祭りに出てくる大蛇の化身ジャボの登場です。持っております。ミッチーさんのツッコミが入る予定だったけどいなくなっちゃった、はい、ミッチーさん、なんかいいですか？いなくなっちゃったね。じゃあ進めましょう。あのミッチーさんがね紹介していただきましたように、大牟田市の伝統的なお祭り大蛇山祭りに出てくる大蛇の化身です。頭に黄色いヘルメットとこうやってね手に吊る橋を持っていますが、大牟田はね観光の町として栄えましたので、町の人からもらったキャップランプと吊る橋をいつも身につけています。夜な夜なやってます。夜な夜なね、いやいや、あの昨日早めに寝ました。あ、昨日バイト休みで。あ、そうなんね。夜な夜な、あの少ない賃金で一生懸命親のために働いてジャーボー、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。夜な夜な頑張っております。はい、でも今日は本当にね宇都市に来るために、早く寝る、ね、寝なきゃいけなかったので、昨日はバイトお休みやったねってことはありません。でですね、実はこの大牟田市、福岡県なんですけれども、あの福岡県の一番南端、実はもうギリあとちょっとで熊本県ということで、いつもですね熊本のキャラさん、うとん雪長さんをはじめ、ね、熊本のお友達がねたくさんいます。ただ今日ね、このうとシティに来たのが2021年以来ぶりということで、はい、あのいつもね春菜お姉さんと綾お姉さんに宇都に呼んでねって言ってて、やっと4年ぶりってことですか？ね、やっと来れたね、よかったね。で実はでも雪永さんはよくね大牟田に遊びに来てくれています。で、まあ、大牟田ではねこう肉祭りとかいろんなイベントがあるんですけれど、いつもねなんかゲームとかして楽しいことをやっているので、今日はここウトで、何か楽しいことをしたいなと思っていますので、ここでウト雪永さんいらっしゃいませ、ステージに来て、どうぞどうぞ、お姉さん、はい、上がってきてください。ありがとうございます。ね、雪永さんやっと来れたよ、ありがとう。こっちこっち。でですね、今日はあの以前肉祭りで、2人のね激しいバトルがありまして、それをねここウトで再現したいと思います。名付けてキャラのチャンバラ対決、イエーイ。ということで準備しましょう。ですね、まず目隠しから先にします。あ、じゃあもうちょっと鶴橋が邪魔、鶴橋にね、ねえ、これをね多分生で見た人はいらっしゃらないんじゃないかな、います？あ、いらっしゃいましたね。ありがとうございます。今日はね確かジャブこっち向いて目隠しするから、よいしょ、見えてますね。これぐらいで許してください。多分見えてないはずです、これで、はい、雪永さん、
雪永さんね、お目目が小粒っていうか、つぶらな瞳なので、これでちょうどよかったっていう。かわいい。さあ、そして、剣を持つ前に、あの紙風船2つ、大きいのとちっちゃいのとあります。好きなところに貼ってください。あの、割られにくそう、ジャムどこ行きよっと、割られにくそうなところに貼ります。いいですね。あと1個大きいの。悩んでますね。雪永さんも勝つ気満々です。ジャバこっち見て、あと1個どこ貼ろう。こんな感じでどうしよう。あ、でもなんかすぐ叩かね、潰されそうな場所だったかな。雪永さん、わ、考えましたね。あの、メジロちゃんをメジロちゃんが犠牲になりそうな場所に。それでは、じゃじゃん、剣。はい、じゃあこちらを、ジャンボを持つよ。どこ行きよったのか。よし、大丈夫ですか。じゃあちょっと向き合って、ほら、もう俺よるやん、しないって不利になるよ。ちょっと待って、ほら、ここ両サイドにちゃんと向き合ってください。ジャボジャボ、こっち雪永さん、見えないね、見えないね、お姉さん入る、ここ真ん中いい、おっと、いいですか。それではキャラのチャンバラ対決、2つ紙風船を早く割った方が勝ちです。それでは対決スタート。外れてるので、雪永さんも外してあげていいでしょうか。
なんか思いがけない戦いになりましたが、雪永さん、あれジャムーナキャンプランプの上に1個残ってるよまだやる、届かない、いよいよ、あーナイスあーナイスでした、潰れはしなかったけど、雪永さん の紙風船はね途中で落ちたりもしたので、これは言い訳ということでよろしいでしょうか。対局の皆様いかがしましょう、引き分けでよろしいですか。はい、ありがとうございます。では頑張ってくれた2人に大きな拍手をお願いします。雪永さんありがとう、もう剣がズタボロになっているですね、また大牟田ではね、雪永さん遊びに来たらまたこの激しい戦いと、ね、して遊びたいと思うので、ぜひ皆さんもね大牟田にね遊びに来てください。じゃあ雪永さん、次ねちょっといろいろまた飴をまいたりね忙しいと思うので、一旦ステージをね降りてもらっていいですか。ありがとうございます。雪永さん、お姉さんたちありがとうございます。あ、いいですか、ありがとうございます。あ、もういいですはい、もう時間ないですかね。はい、残念だ、ジャボ体操しようと思いましたけど、ちょっと戦いが長引きました。何すんの、何したい、ごめんなさいやった、ごめんなさい。はい、じゃあもう時間が、ね、ないということで、ぜひね大牟田にお越しいただいて、その時にジャボ体操を、ね、ご披露したいと思います。またね今日はジャボ1日のみの参加になっています。最後までねちょっとブースの方で美味しいものを売ってますので、よかったらお立ち寄りください。それでは大牟田市からジャボでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ジャボ、はい、今日もこの後お仕事ですか。はい、そうなんだ、頑張ってね、以前にお稼ぐためにジャボは今日も頑張って夜のお仕事に行ってます。行かない行かない行かないまだ5歳だからはい、はい、じゃあ